アメリカのメタのザッカーバーグ CEO は6日、新たに始めた SNS、スレッツの登録者数がサービス開始から16時間で3000万人に達したと明らかにしましたスレッツはツイッターと同じような文字を中心とした対話アプリです投稿できる文字数は500文字で、ツイッターよりも多くなっていますザッカーバーグ CEO は10億人以上が参加する対話アプリがあってもいいと述べた上で ツイッターはこれを実現する機会があったがまだ成功していないとして対抗する姿勢を鮮明にしています。